今週も始まりましたパチンコプレイガイド TV 増刊号。今回の舞台は熊本県フェスタ豊島店さんにお伺いしております。今回の実践舞台はフェスタ豊島店。パチンコは4パチ1パチ、パチスロは1000円47枚、5スロの遊べる4つのスタイルで営業中。充実した設備のホールですよ。そして今回の実践人はこのお二人。はい、よろしくお願いします。好きすぎでしょう。バムはバムは灼熱の熊本バムは久々に来ました。本当ですね、うん、お店も久しぶりですし、僕、うん、ガッキーと一緒の組み合わせになるのも久しぶりだし、ちえちゃんとは結構一緒になるんですよ。はあ、この二人の組み合わせで一回この番組出て以来です、うん、僕は。あ、そうだ、この組み合わせだった。一回あったでしょ。うん、あれ以来、ね、そうですよね、はい、この時も面白くなかったですよね。ガッキーうん、なんか自分のやっぱりほらこのいい男に甘えてるっていうかさ、なんかちょっと甘いマスクで黙っときゃちょっとテレビの前の女性の皆さんがヒャーヒャー言うぐらい思ってんのよね。やっぱ出ちゃってるんですかね。いやいや、いい男はしょうがないよ。がっかり、あのいい男がしょういい男なのはしょうがない。もうお顔がいい男なのは認めます。これ以上はガッキーが耐えられないから、ちょっとここである方に登場してもらいます。今回ご紹介したい人がいるんです、お二人に。ほうほうほう。じゃあちょっと福島さんお願いします。ごめんね、こんなタイミングで。あのフェスタ豊島店さんのスタッフさんなんですけれども、うんうん、あの来るお客様の投票で選ばれた一日店長さん。ほう。スタッフさんの中から投票してもらって、はい、お客さんに。そうです、そうです。店長どうですか、今日はこういう人が実践しますけど。ちょっと甘いマスクの方にはちょっとあんまり厳しくいこうかな、はい、出ました、過去に苦い経験がありと思います。決めつけるな。ほら、お店の紹介をしてもらうんだから余計に絡むんじゃない。福島さん、よろしくお願いします。フェスタ豊島店はスタッフ一同みんなニコニコしてて、お客様とも仲良くやらせていただいてます。ぜひ熊本市内にお越しの方はフェスタ豊島店までお待ちしております。素晴らしい。ガッキーより上手。ガッキーより上手に紹介してもらいました。次はちえちゃん。何を引くかをちょっとカメラ目線でお願いしてます。振られてますよね。いや、とんでもないです。じゃあ今回も玉を引いてみんなで。よかったですか。今日何個玉入ってるんですか。今日はペアで4つ。ペアで。ペアで。ちえちゃんにもしっかり仕事してもらいましたね。さあ、ミッションを決めましょう。黄金に光り輝く、はい、黄金に光り輝く。どうぞ。じゃあ私も金が出ますように。うわ、もう緑だ。いや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 、なんか総理君の聞いたけど今この人いつもガチンコだからね。せーの、ドン。あ、ラッキー。これ意外とやりやすいかも。ガッキーが500枚、僕777枚、ちえちゃん、私がお二人を超えればいいってことですか。はあ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 、だって僕、ちえちゃんと今日打つ台多分ほぼ一緒なんで。ほぼ一緒です。ちょっと離れてるぐらいで一緒なんで。そんな話してるんですか。もうもうしてますよ。当たり前のクラッカーじゃないですか。暑いもんね、福島さん汗かいてるから。店長をほんと日焼けさせないでもらっていいですか。もうほんと店長はね、店長ちょっとすみません、店長全然意味ない、これでね、少しね店長暑いんですから。銭湯入るときみたいになってるから。はい、また座っちゃいました。ゴッド系、まあ、今回あえてハーネスにしたんですけれども、ここのホールがハーネスとゴッドをこう交互に設置してあるんですよね。多分扱いは一緒だろうと思いまして、ちょっと久々にハーネス打ちたいなという気分的なところでハーネスにしました。それと、目標500枚なんですけど、まあ朝もしリセットかかってれば早いこともありますんでね、ちょっとそれを見ていきたいなと思います。お、ハーネスは結構このボタンの演出出るんですよね。お、早速中断機だな。これでも分かんなくなりますね。分かんなくなります。ただ当たればいい。神々の破壊力で一気に目標達成となればいいけど。いい感じです。
はい、ヘルゾーン赤、これがなんと朝一44ゲームです。いいんじゃないですか、リセットされてればヘルゾーン攻撃にも居やすいんで、そこから突入したと思われます。ただ何よりも当てることが大事ですね。いきますよ。よし、いいよ。よし、はいはい。星が94枚で、初当たりを引きました。なのでもう目標の500枚まではだいぶ近づいております。嬉しい。はい、あー、いるか。まあまあまあ70、惜しい。まあでも、よしとしましょう。朝一なんでね。さて、もう一人、早々と大当たりを引いたのは、はい、おはようございます。熊本県で玉を一番愛しているマサルでございます。やっぱりキャプテン翼といえばマサルということで、え、翼くんしか知りませんけどね、青保留からのドライブシュートを完成させるリーチでまさかの大当たり、87回転。ただ ST は獲得ならずだったんですけど、バラと一緒で、13ラウンド目かな、まあ、12ラウンド目で復活があります。なんでまだわからないけど、ほぼほぼダメでしょうけどね。いやー、びっくりしました。まさか青保留で当たると思わなかったんで、しかも飛び込みのほぼ骨の状態からの青保留だったんですよ。だから賑やかしだろうと思ったら当たりました。ごめんなさい、演出については一切わかんないんですよ。多分酸性保留が出たら超熱、あ、緑、今緑だった。でも酸性さんの緑ってゴールリーチ確定じゃなかった気がするんだよね。テンパレ、はい、お、これ某 GARO と一緒だったら 30% ぐらいあるでしょ多分。これ当たったら僕天才ですよ。こちらのちえちゃんも同じくキャプテン翼に初挑戦。仙台ホヤホヤの翼くんを打ってるんですけど、周りは良くなってきたんですけど、なかなかリーチに行かないですね。まずは大当たりラウンドの V チャレンジボーナスを目指してね。初打ちなので相手超え目指して頑張ります。キャプテン翼のこと知ってるのかな。まあリーチがかかったらまたスタッフを呼んでね。自力ヘルゾーンです。246ゲーム、まあ、自力っていうのはヘルゾーン攻撃とかじゃないってことですね。レア役で、ただ青なんで自信はないです。まあ、当たればラッキーかなと、その程度で打ってますけど、せっかくなら当てたい。ちょうどここでメダルが切れる。ああ。青ですからね。しょうがない。で、大事なのはこの後ですよ。この後でヘルゾーン連があるかないか。
ちゃんと見ながら打っていきたいなと。もっと当たっている絵を撮りたいんだけど、マサルの方はどうかな。ですけどこれマックスなんで僕さっき60回転で当たったの奇跡ですからね、本当に。しかも青保留だったし、まあいいです。もう前半戦は僕の出番ないんで、もうあとはガキエさんが何とかしてくれるんで。それがガキエさんもそんなに調子良くないんですよ。ただこれ逃げるでしょ。リーチ否定からの疑似連もダメなんだ。ちなみにこれ僕キャプテン翼の世代じゃないんですけど、あ、世代だけど読んでないだけなんですよ。スラムダンク一緒で、誰が主人公なんですか今の子。翼くんが誰かを把握できてないんですよね僕。あれ、ということは今まで知ってるふりしてたの。髪型なんかさ、みんなさ、ベースが兵藤由紀さんみたいな髪。ああ、翼だ、見た。この台で熱い図柄は10番なんだね。なるほど、翼くん10番だったわ。だからこの台7番出ないんだ。はい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 。僕ね、ニッタっつったらね、ニッタエリなんですよね、おにゃんこクラブね。皆さんもそうでしょ。なんかね、やっぱ世代じゃないとね、作品にのめり込めないですよね。でも言っときますけど、ボールは友達って僕の方は友達ですからね。言っときますけど、私ボール恋人ですから、ね、別にディスってませんよちょっと絵的にイエローカードだったので、しばらくはちえちゃんを見てもらいます。なかなか試合に出てくれないですね。翼くん、ちえちゃんにも試合見せてあげてよと思ってたら、嫌味なお姉さんが登場。お疲れ様です。翼当たっちゃった。本当ですか。だからもう当たりの絵は取れたから打たなくていいよ。さっきなんか挑戦状保留っていうんですか、外れちゃった。熱くないですかね。なんで当たったんですか。赤保留で当たったんですか。青保留。青保留、うん、なんかそういうの多いですよね。そうなのよ、青保留で中学生の朝立ちみたいになって当たったの。懐かしい感じ。懐かしい感じ。そう、ね、ちえちゃん、もしかしたらこの後映んないかもしれないから、視聴者の皆さんのためにこうやってズーンってカメラ目線でやってもらえる。うん、一応見てないのに。見てないけど想像で、私もなりたい出てこないかマサル、エンジェルスに変なことさせないの。それにちえちゃんも簡単に乗っちゃダメ。もうあとはガッキーにいいとこ見せてもらうしかって。400ゲーム超えてるけど大丈夫。400ゲーム超えましたよ。でさっきなんだっけ、エース名前忘れた。槍でリップが外れたんですよね。なんでヘルゾン攻撃には行ってるんですけど、ヘルゾン自体に入らないという状況です。まあこれでもうちょい回してみて、入らなければ移動します。ここで移動しないとね、大変なことになりますんで。ほい、まあそれと1個確認できたのが、隣の凱旋を打たれている方がですね、1000ゲームで当たったんですよ。なのでリセットはほぼほぼかかってるのかなって感じもしてますね。リセットした場合に9割ぐらいが、というか設定4以上じゃなければ、1000ゲームの天井が選ばれますね。そういうことなんじゃないかと。ってことは2台ともリセットっぽい。もうちょっと他の台も見てみて、リセットがかかってるんであれば朝一はちょっと良かったりしますから、移動すべきになるっていうことになりますから、移動しましょう
移動しましょう。話をしているうちに台を移動したくなったみたいだけど、え、またハーデスに座るの？ちょっと軽く、これはこの台でロークってわけじゃなくて、この台まだ浅い時代なんでリセットを確認できる状態なんですよ。なのでそれを確認するために打ちます。ある程度ハーデスの方が僕分かりやすいと思うんで、外線より。はい、早速回しますけど、でこれでリセットされてたとしたら全ミスの可能性が非常に高くなるんです。でそれを元に立ち回っていこうかと、ちょっと珍しくクソ真面目にやってます。ハーデスの立ち回りには自信があるみたいだけど、この台はちょっと弱いみたい。でもし、これなんで僕今リセット見てるかっていうと、このですね、外線の朝一の天井の側転から考えると結構立ち回りやすいんですよ、外線は。 10% なかったかな、 5% ぐらいでしたかね。510ゲーム天井があって、でその後ほぼほぼ1000ゲーム天井が選ばれると。で設定4以上に限り、ごくごくまれに1480が選ばれますんで、まあ、リセットされている状況であれば、ある程度回されている台を1000まで追えば絶対当たるんですよ。で天井にさえ行けば、50% の E 方さえ引けば、ループを持った、GG、ボットゲームを得られます。まあ、それがゲットできればあとは伸ばすだけですからね、簡単になるわけです。で、マサルの方もキャプテン翼から CR リング呪い再びに移動したみたい。お盆なんすよ、翼くんじゃないんですよ。お盆は貞子なんですよ。で、ここのフェイサーの島天さん、面白いことにこのリングの要するに呪い再びVST タイプとマックス機のリングもあるし、誘発のリングもあるんですよ。これ乱れ打ちます。で最終的に地獄少女に地獄に送ってもらうっていう今日は流れです。リングがあったの。本当に地獄へ送られないように気をつけてね。ちなみに僕この台結構相性が良くって、だいたい当たるときね、3本くらいで当たるんですよ。で、皆さんもご存知だと思うんですけど、ここ、ブドウセグがあるんですけど、左側がへそ、右側が電柱という扱いになります。だから今、左側がピコピコ動いてますよね。これはもし当たったとしてもへそです。なので突入率は 40% で、右で当たった場合は 100% です。でね、呪いを再びから、ずいぶん変わった点が、まずは VSD であるということと、あとはですね、疑似連の仕方が前回と全く違います。定文字が止まった。ちなみにこのカーリングの猫なんですけど、保留がキャットフードだったら止まりやすいです。たまにね、保留に緑色のキャットフードが出るんですよ。でそれほとんどガセなんですけど、まれにああやってカーリングと絡むことがあるんですね。その時はだいたいキャットフードのところで止まります。これ言うのもあんまり気にしなくていいです。で、前作と一緒、運命の人、似てるところは、このプルプル予告が始まった時に、ボタンを押して猫の声がしたら疑似連が継続する可能性が高いです。弱いですね。今の最後まで行ったらデジャブパニックに行ったりとか結構熱い展開になるんですよね。呪いのとこヒントだ。ビデオについて何か分かればいいけど、いやこれ周りがいいけん、まあ、ちょっと粘ろうかな。ちょっとやめてよ、まさか。
さっきの台の隣です。凱旋もうすでに3台目ですね。なんかいろいろ店内の状況を見てて、いろいろ引いてる人に煽られて打ちたくなっちゃいました。で、もう登場も結構重ねちゃってますんで、その登場をまくれるのはやっぱりロッドシリーズかなというところで、とにかく当たるまでいきたいと思います。で、狙いたいのは通常時に狙いたいのはやっぱりどうしてもリプレンなんですよね。モード上げて初当たりを狙う、それが凱旋の基本ではあるんですけど、それで当たってもほぼほぼループなしのワンセットが多いんですよ。で、その100ゲーム間で何かしらの引きを見せるよりかは、その通常時にいかにリプレイをさせて G ストップに入れるか、その G ストップ中に V 以上を引けるかどうか、そこが結構勝負の鍵握ってますので、それができないんであれば、僕の中ではですよ、僕の中ではもう朝一でもなんでも天井まで行っちゃって2位50番を引いた方がいいと思ってるんですね。アメージンググレースが流れているみたい。ガッキーは完全に嫉妬しているけど、その前にこの人誰？彼がですね、僕今日初めて会ったんですけど、パチンコプレイガイドの新人ライターらしいです初登場がアメージンググレースという衝撃の出演を果たした新人ライターのグリスです。皆さんどうぞお見知りおきを。さあ、ということで今5000円5本投資したところ、今コイン換算250枚投資でなんと驚きの18110ちょい回ってます。えらい赤の煽りが来ますね。止まるんじゃない？止まんないか。ってことは1本 22.ちょい。素晴らしい、アメージング、アメージンググレースですよ。アメージンググレースですよ、クリスさん。あの野郎、あの野郎、別にこの番組対決方式じゃないけど悔しいわ。天井からのアメージンググレースなんて見事じゃないか。マサル、このままだと出演者に全く花のない回になるよ。すごいですね、パチンコプレイガイド TV 増刊号始まって以来の不祥事ですよ今回は。実践する人たちが誰も当てられないっていうガッキー何やってんの、あの人今日寝坊してきたんでしょ。当たりぐらい引きなさいよ。本当に一回は当たりを引いたんだけど、遅刻の分というか番組的にもうちょっと欲しいのは正直なところ。こうなったらあとはちえちゃんにかけるしかない。大好きなジャグラーに来ました。早くペカりますように。なんだか余裕があるというか頼りないというか。日頃なんかあんまり時間がないからジャグラーよく打つんですけど、3時間の時は結構勝つんですけどね。今日はあとまだ3時間くらいあるのでゆっくり楽しみたいと思います。しかしこの後ちえちゃんにとって身の凍るような3時間になることに。そしてさらにカメラマンを効率化することが。
ですね、集団リプを2、3回引いて、まあ、今ちょっとこんな画面になってるんですけど、484が止まったんです。その次にこれ よく見たらちょっと薄く見えるんですけど、84が止まってるんですよね。ドックンドックン来るかもしれないです。押します。うわっ、なんでもねえのかよ。俺すげえカメラさん待ってたのに。でも確実に484止まってるんですよね。前半戦終了しました。なんかもう元気ないよ。声がチェイさん声が出てたね。え、声張っていきましょう。チェイさん大丈夫ですか？笑えてます？あの一応笑えてるけど、はい、ちょっとピクピクしてる。でもいつも通りっちゃいつも通りなんですけどね。そうなんですね。あ、そうなの。いや、いつもこんな感じ。いや、チェイちゃんね、本当にだいぶ暴れ馬よ。あ、そうっすか。熊本流ところの藤崎郡秋の例大祭の馬みたいな、そんな感じ。全然わかんない、全然わかんない。わかんない、同会同会って感じ。熊本あるあるなんですね。熊本あるあるです。熊本の方はへーって思ってると思います。そうですね。すごい暴れちゃうの。蹴られないように気をつけてください、ね。いや、ほんとそうよね。てかもうこういう話は置いといて、ね、もうさっさとほら、うん、もう全員ドーンなんですから、一人ずつ行っていきましょうよ。じゃあちぇちゃんから行く。先生から。投資おいくらですか？1175枚です。あら、175枚。回収は？元気もなくなりました。回収ゼロです。ゼロ、すごいよね。ちぇちゃんに回収という蓋もじゃないから。いや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 、ぶっ込むだけぶっ込んで。そう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 。終了。ちぇちゃん心広いから。ここカラーのですよ。心広いって言わないよ、それ。心広い言わない。懐に余裕があるから、ちぇちゃん。余裕はありますけど。余裕ある。そうそう、余裕ありますけど、ね、カラーので巻き返して。だって増刊号の夕刊クラブって言われてんだから。そうなんですか。そうです。金持ちたちの暇つぶしって言われてるんですから。そりゃそうです。ちぇちゃんすごいね。全然いいでしょう。じゃあそんな逆夕刊クラブの逆とかいらねえよ。いらないよ。僕ですね、投資1692枚。うん、はい、回収ゼロ。うわ、ブサイク。いいとこなしじゃないですか。いいところが本当にないよね。これでもうね、早口だったら最悪よ。もう最初からガッキーに悪口ばっかり。マサルの収支も人に言えるほど良くないでしょ。まだ投資564枚だもん。2人と全然ほら桁が違いますもん。でも半端でしょ。なんか何をおっしゃる。なんか中途半端にキャプツバやめて。いやいや、キャプテン翼は翼くんの背番号も分かんないし、誰が翼くんか分かんなかったからやめたの。ちゃんと勉強してきなさい。しかもタイプがいないの。あれ全部高校生みたいなもんでしょ。高校大学生。まあ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 、そう。そんな子に恋しようと思わないもん。いや、それだって最初から分かってることでしょ。だからリングをお盆だから売ってるんです今。お、今お盆だから。でも放送の時違うから。貞子納涼祭だから今日。放送の時関係ないから。いや、貞子ちゃんがね、最近手がこれじゃなくてお金ちょうだいに見えるんですよ。あの焼くものがついに、うん、今日ずっとね、こうだと思ってたらね、こうなってお金ちょうだい。それちょっともう危ないですね。そこまで行ってきたら危ない危ない危ないでしょ。でも今日はちょっとあの子で頑張ろうと思うんで、まあ、後半戦はそうなると、はい、そうですね、いただければと思います。まあ、そんな感じで後半戦もまだまだ頑張っていきたいと思います。はい、来週もまた見てください。はい、さよなら。今日